フランシスコ・コエルソンこと、フランシス・コ・マリーニョ・ロビーエルソンは、オランダの元プロバスケットボール選手で、南ホラント州ロッテルダム出身。ポジションはセンター。213センチメートル、106キログラム。1999年、デンバーナゲッツからドラフト2巡目41位で、指名されるがすぐには契約せず、スペインリーグで3年過ごした後、2003年に、 NBA 入り。最初の2年は平均14.0分の出場で3.6得点、3.1リバウンドの成績であったが3年目になると先発に抜擢され4.9得点、4.8リバウンドの成績を残す。2006年6月、サンアントニオスパーズと2年600万ドルの契約を結ぶ。この年、先発センターとして優勝を経験。 しかし2008年2月21日、ブレントバリーと共に、カート・トーマスとトレードされ、シアトル・スーパーソニックスへ移籍。この年のオフにミルウォー・キーバックスと2年300万ドルの契約を結び、アンドリュー・ボーガットの控えとして活躍。2010年2月18日、ジョディ・ミークスと共に、プリモ・ブレゼッチ、ロイヤル・アイビーとトレードされ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズへ移籍。 2010年9月15日、ユタジャズと契約。2012年、フィラデルフィアセブンティシクサーズと契約したが、その後すぐ退団した。ディフェンスに優れる守備型センター。細身だが押し負けることは少なく、ブロックにも優れる。ミドルシュートはうまく、オープンショットの精度は高い。経験豊富なロールプレイヤーだがファールが多く、オフェンスの選択肢は少ない。ありがとうございます。